アルファーリノレン酸は、多可不法和脂肪酸の一種で、多くの植物油で見られる。IUPAC 名オールシスマイナス9、12、15、オクタデカトリエン酸となる。また、生理学では18、3と表記される。アルファーリノレン酸は、直差18炭素で3つのシス二重結合を持つ、カルボン酸である。最初の二重結合は、 オメガ末端から数えて3番目の炭素に位置する。したがって、アルファリノレン酸は、多可不法和脂肪酸であり、オメガ酸脂肪酸である。二重結合の場所が違う、異性体に、オメガ6脂肪酸のガンマリノレン酸がある。栄養学では、摂取することが必須の栄養素である、必須脂肪酸である。人を含めた多くの動物は、体内で、アルファリノレン酸を原料として、 EPA や DHA を生産することができるが、アルファーリノレン酸から EPA や DHA に変換される割合は10から15%程度である。植物及び微生物中でオメガ3位に二重結合を作るデルタ15脂肪酸でサチュラーゼによりリノール酸の二重結合が1個増えてアルファーリノレン酸が生成される。人を含めた動物はデルタ15 脂肪酸でサチュラーゼを有さないので、アルファリノレン酸を自ら合成することができない。人を含めた動物の体内では、デルタ6、脂肪酸でサチュラーゼにより18,3のアルファリノレン酸のデルタ6の位置に、不法和結合を作り、エロンガーゼにより、炭素2個新調して24のエコサテトラエン酸を生成し、デルタ5。 脂肪酸デサチュラーゼにより不飽和結合を増やして25のエコサペンタエン酸を生成し、このエコサペンタエン酸から22、5のドコサペンタエン酸を減るか、スプレッカー、エスシャントと呼ばれる経路いずれかを経て22、6のドコサヘキサエン酸が生成される。このように人を含めた多くの動物は、体内でアルファリノレン酸を原料として、 EPA や DHA を生産することができるが、α リノレン酸から EPA や DHA に変換される割合は10から15%程度である。不法和化するデサチュラーゼも炭素2個新調するエロンガーゼもオメガマイナス3脂肪酸もオメガマイナス6脂肪酸も共通しているので、オメガマイナス3脂肪酸の最初の出発物質である α リノレン酸を摂取することで、 オメガマイナス6脂肪酸の最初の出発物質である、リノール酸がより多不法和化された、オメガマイナス6脂肪酸であるアラキドン酸に代謝させるのを抑制する。アルファリノレン酸の摂取が少なく、アラキドン酸が過剰に存在するようになると、アラキドン酸カスケードを経て、多数の作用の強い生理活性物質が産生されて、炎症が起こることがある。 アルファリノレン酸から生成される DHA は脳や網膜の臨死室に含まれる脂肪酸の主要な成分である。妊娠、出産期には母親には無視できないオメガマイナス3脂肪酸の枯渇の危険性が高まり、その結果として産後のうつ病の危険性に関与する可能性がある。健常者と比較して、うつ病患者はオメガマイナス3脂肪酸の蓄積量が 優位に低く、オメガマイナス6とオメガマイナス3の比率は優位に高かったことが指摘されている。2011年にハーバード大学で発表された10年以上にわたる5万人以上の女性を対象とした調査で、アルファリノレン酸を豊富に摂取し、同時にリノール酸をあまり摂取しないことは優位にうつ病の発生を減少させることが認められた。また、 この結果と対照的にこの調査では、魚油に含まれる EPA や DHA の摂取は、うつ病の発生を減少させないことが認められた。アルファリノレン酸を摂取すると、心血管疾患のリスクが軽減されるとの報告がある。必須脂肪酸の代謝経路とエイコサノイドの形成1日、約 2g のアルファリノレン酸の摂取が必要である。 詳しくは必須脂肪酸必要摂取量を参照のこと。食用油の必須脂肪酸甘には多くのアルファリノレン酸が含まれる種油にはアルファリノレン酸が含まれているものがあり、エゴマ、アブラナ、大豆、甘に含まれている。特にエゴマに多く含まれている。その他の食用油には含まれていないか、わずかしか含まれていない。また、アルファリノレン酸は、 紅葉植物の葉のチラコイドの膜組織からも得られる。実際、ほうれん草やチンゲン菜などの青物野菜からアルファーリノレン酸が検出されている。ゆえに、葉は草食動物の格好のアルファーリノレン酸の供給源である。人のアルファーリノレン酸の1日あたりの必要量は2ム程度であり、仮にほうれん草に換算すると1日ログラムに相当し、 草食動物なら可能な量かもしれないが人には、ほうれん草等の野菜から摂取するには非現実的な量に相当する。アルファリノレン酸1日あたり 2g は、キャノーラ油なら1日 20g に相当する。動物性脂肪にもわずかながら、アルファリノレン酸が含まれているが、ヘッドの場合では1日 300g 摂取しないと、蒸気のアルファリノレン酸の必要量が満たせず、 心臓病予防の観点からも現実的ではない。前述のように牧草をの葉には微量ではあるものの、リノール酸に比べてアルファーリノレン酸が比較的多く存在している。このため牧草飼料として与えられている羊の肉では他の肉に比べてアルファーリノレン酸とリノール酸との比率が高くなり、アルファーリノレン酸をほとんど含まない穀物の飼料を 多く与えられている鳥や豚の肉では、他の肉に比べて、アルファーリノレン酸とリノール酸との比率が低くなっている。アルファーリノレン酸は、完成油の中でも最も豊富な不飽和化合物である。ありがとうございます。